五宝岳は、個体物理学と統計力学を研究し、貢献した、中国生まれの理論物理学者、数理物理学者、数学者である。1932年1月5日に、中華民国湖南省関門県で、立法院議員の五海区を父に、京仏英を母に、その第四子として生まれる。 小解析政権の臨時首都が重慶に置かれるのは1938年12月だが、それより、前の1937年に、父やママ母と共に、重慶に疎開し、そこの小学校に入学する。しかし、度重なる重慶爆撃により、一箇所に定住することができなかった。1943年、当時重慶に疎開していた南海中学に入学する。 王朝明政権崩壊後に再び、小解析政権の首都となった南京の昭英中学に1946年に転校する。1948年には調査に移り、明徳中学に転校する。1949年に国境内戦のため、父やママ母と共に台湾へ逃れるが、大陸に残留した4人の兄弟姉妹とは離散し、五宝だけは、 北京で1979年に再会するものの、彼の両親は大陸に残してきた自分たちの子供との再会を果たせないまま亡くなった。1949年に中華民国海軍機械学校に入学し、1年後、電気工学科に入り、1954年に学士号を得て、1954年から1956年まで中華民国海軍に勤務し、 海軍中尉となる。1955年、アメリカのサンフランシスコでレーダー工学を半年間勉強するために選抜される。彼はレーダーとソナーの専門家であった。また、臓器の名手でもあった。1957年に国立聖科大学に入学し、1959年6月に原子科学研究所物理組で修士号を取得した。その後、 奨学金を得て、アメリカに行き、友人フェーンベルグの下で多体問題を研究して、1963年にセントルイスワシントン大学で博士号を取得した。1963年バージニア工科大学、1967年にノースイースタン大学で助教授を務め、1969年に準教授、1975年に教授に就任。 1989年から大学特別教授を務め、1992年からマシューズ特別教授を務めた。数多くの学術論文がある。2006年に退職した後、名誉教授となる。2020年1月21日、マサチューセッツ州ニュートンの自宅で死去。ありがとうございます。